任せていただければ。よいしょ。あれもう待ってですか。待ってます。あれ僕ここでいいの。あ、大丈夫です。これで入って、あ、本当、はい、さすが、はい、画角はプロですね、はい、あ、おはようございます。ありがとうございます。今日はあれですね、はい、あのいつもうちが使わさせてもらってる養豚教室、はい、まあ本当は全部ね、うん、もっとめちゃくちゃ広い、めちゃめちゃ広いんですけど、わざわざ狭いところしか映してない、まあね、大丈夫です。あの僕が何回か実はもう、はい、あのここの教室で、はい、2、3回動画上げてるんで、うん、あの全然それは大丈夫だと思うんですけど、はい、いよいよ今日、24日か、はい、クリスマスイブなのに、クリスマスイブ、僕が50で亀さんおいくつでしたっけ。僕今45ですね。おっさん2人でクリスマスイブ撮影をするという最悪な地獄絵図になってますけど、ね、寂しいですね。まああのー、あ、そっか、タイムは測ってないけど、うん、あ、まあ大丈夫、ざっくりでね、ざっくりで、はい、まあありがとうございました。いやいや、今年もどうもありがとうございました。もう何年目ですか、年末迎える、さ、もう丸3年ぐらい、いや、そうですね、やっていただいてるんですかね、3回目ぐらいですかね。で、まあ例のごとく振り返りという感じで、はい、2021年、うんうんうん、で、去年の年末僕実は覚えてるんですよ、亀さんのあの、ステーキそばでご飯を食べた後に別れたというね。で、来年はこういう年にしようっていう話は覚えてるんですね。あ、すごいですね。その時に、はい、あの時とチャンネル登録者数は多分2400は多分超えてるだろうみたいな、はい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 、来年はそんな話をしたんですけど、はい、まあ、ちょっと YouTube 的にはあれですよね、だいぶチャン、いろんなチャンネルが増えたりとか状況が変わって、ね、ここのところはちょっとあれですけどね、はい、まあけどあのそうは言ってもうちはもう地道に、うん、あのコツ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 、もう僕にはぴったりな感じなんですよ、はい、ゆっくりコツコツ積み上がるというね、はいはいはい、だから全然あの、うん、けどそれでおかげさまでもう今2156、ね、とか、はい、そんな感じなんで、それも2000超えてきましたもんね。そうそうそう、今の YouTube の状況で言うとやっぱり本当におっしゃったように、うん、チャンネル数が増えたんで、そうですよね、そう、チャンネル登録数が伸びづらくなってるっていうのは実際にあるんですよ、うん、まあまあ、あのそれは非常に、ただ、見てもらってる人はなんとなく感覚的にもあれですし、はい、まあ、さっきちょっと打ち合わせ前でもね、はい、話してたんですけど、うん、まあそのチャンネル経由で、うん、あのもしかしたらいい人材が来る的なものもありますし、はいはいはい、可能性がありますからね、うん、あのだからまあチャンネル者数とか、うん、その広告というよりは、うん、うちの場合は、はい、そうやって人材の確保であったり、うんうん、生徒の確保であったり、まあ実際は一番大きなのはあれですよね、亀谷さんがやってくれたこの2教室目、はいはいはい、ここにつながってるというのが、はい、この養豚エリアに新しい、うん、まあまだ12月からね、うん、ここはちょっと始まったばかりなんで、はい、まあ要はメインは来年からになっちゃうんですけど、はいはいはい、ここ養豚エリアに、うん、激戦区のこの養豚エリアに、うん、なんとかこうゴリ先生が降臨するというね、はい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 、これを作ってくれたのは、はい、これが一番まあ僕の中ではでかいの、まあ年末になってからですけどね、はいはいはい、だからこれはもう一番の出来事かな。まあ2022年は間違いなくこの養豚教室がメインというか主人公にはなると思うんですけど、はい、うん、だからそれの橋がかりを作ってくれたのが一番ありがたいというか、ただまあそれも全てがやっぱり YouTube のチャンネルがあってからかなという気はしないでもないですけどね、はいはいはい、うん、だってもうあれですもんね、もう希望者、うん、あ、もう確定してる人数も何人もいるんでですよね、うん、で考えると、まあ、実際は3月からですけどね、はいはいはい、まあ、そこまでまた人数集めて、うんうんうん、スタートしていくと、はいはいはい、でこれでさらにもし人がもう一人入ってくれるんであればちょっとまた、うん、こっちへのパワーの書き方も違うかなというような展開にもなりつつ、はい、うんうん、はい、だから非常にだからチャンネルを軸になんかいろいろとこう枝分かれで広がってきて、はい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 、教室も出せた、人も集まってきた、うんうん、まあ生徒はもちろんという感じなんで、うん、まあいい1年だったなと思いました。はい、よかったです。そんな中、僕今日10時に来いって言われて、はい、まあちょっと気が早いんで15分前ぐらいに入ったんです、うん、はい、だいぶ早かったですね、本部に、はい、で10分以上待たされました。
から。さすがスターなんで神谷さん。スター神谷なんで。もう5分前にぴったり時間に来るタイプなんで。もうずっと里亀本社の皆さんが頑張ってる仕事をずっと見ながら、はいはいはい、頑張ってんなと思いながら10分くらい神谷さんを待ってたんですけど、はい、誰か俺に連絡よこしてくれてよかったんですけどねもう来てますよゴリ先生とかなんかあのねもう最近ずっとこっちの教室使ってるじゃないですか、はいはいはい、どうもだ部外者っていう僕がなんか見えなくなってきてると思うんですよ最初なんかいらっしゃいませって言ってくれたんですよ、うん、最近はもういらっしゃいませなんだろうなっていうあの社内の人感覚になってだいぶ同化してきてますから誰も僕の姿が見えないじゃないですかと思ってもうあのそのうちなんか機材運んでやろうと思ってなんかちょっとテストしてもらっていいですかみたいなもう僕なんか機材運んでても何も注意されないんじゃないかなと思ってまあいいことではあるんですけどねもう、はい、もう信頼されてあのありがたいことです、はい、あのもう顔いわゆる顔パスで入れるようになりましたはい助かります。いやいやいやですからまた、うん、来年そうですね22まああんまりそのいつもなんかみんながやってるチャンネル登録者数が何人とか、はいはいはい、どうのこうのっていう目標は、うん別に今、まあ、ゆっくりまったりやりながら、はい、そうですね、そんなにあの、うん、チャンネル登録せずに、うん、今もうこだわらなくてもいいと思うんですよ、うんうんうん、でそれよりもそのゴリ先生の人となりだったりとかそうですよね、うん、あのソロ版の楽しさだったりとかっていうのを、うんうん、まあ一人でも多くの人に分かってもらって、うん、でその中で共感してくれる人が来てくれたりとかまあもちろんその先生としてもねゴリ先生に共感するよみたいな結果としてはいい結果がだいぶ出てきてるんでそうですねだから今までやってきた流れはそのままでいいのかなと、うんま、何も間違ってないし、はい、教室も拡大し人も増え、うんうん当然売り上げも上がりと、うん、でまあゆっくりではありますけどチャンネルも大きくなりつつ、うん、また来年も今年と同じ感じでいいのかなとそうですねはい、はい、またいろいろといろんな情報を刺激をいただきながらはい、はい、ぜひぜひうん、まあせっかくだからね、無限出願塾に行ったら、うん、やっぱ楽しかったよっていう声を。そうですね。ね。けど、ここは、評判いいんですよ。あ、本当ですか？まだ、数人しか生徒見せてないですけど、はい、めちゃくちゃ喜びますね。あ、やっぱり、1階の店舗が華やかで、うん、そこから上がってくるんで、2階。はい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 、で、2階に上がってきたら、落ち着いた、いわゆる、こう、うんうん、撮影スタジオ的な写真が飾ってあってという、はい、そういう雰囲気じゃないですか。はい、だから、非常に、まあ、ピアノもあってね、うん、文化的な感じがする すごくだからいい環境なんで、まあ、それに合わせれる感じで、はい、僕もだからその古きソロ版学習というよりは、うん、ちょっともう子どもの才能をこう引き出すような感じの授業にやっぱり変えるべきだなここはと思いますんで、はい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 、確かにあの右脳に刺激するものが結構多いありがとうございますありがとうございます最初からなっちゃう最後ちょっと動画が切れたんでね喋、はいね、ってる時に切れちゃう、最後の部分だけちょっと締めの部分を取り直そうということで、はい、そうですね、どんな話してましたまあ、まあ来年ね、はい、まあとりあえず2021年は、うん、まあ僕の中では合格点だと、はい、で2022年に関してはもう、うん、やっぱりこうが、はい、メインの主役になるようにちょっといろいろと持っていきたいと思いますので、はい、そうですね、はい、なんか本当にゴリ先生にとっても攻めていく年、うん、そうですね、うん、あんまりそういうの言い方が僕はさっき打ち合わせた時も話しましたけど、はい、もうこう自分のペースで仕事したいからこう独立したようなもんですから、はいはい、嫌なんですよねパンパンになるのだからここ数日間嫌なんですよ僕今めちゃくちゃ忙しいんでこういうのがすごく嫌なんですよ数日間どころじゃないじゃないですかもうここ 2,3 ヶ月ずっともうバタバタなんかねその教室を展開して忙しいっていうのはなんかいいんですけど、はいはいはい、そのなんだろうリストをいついつまで書かなきゃいけないとか年賀状ねケツが決まってる仕事、はいはいはい、要はなんか、うんうん、例えば昔なんでデザインが嫌だなって思った時は、はい、その入稿日ってあるわけじゃないですか、ありますね、印刷に回さなきゃいけない、はいはい、逆算してスケジュール、うん、あれがやっぱり多分嫌だもうあれがあれの傷が残ってるんでしょうねああなるほど、うん、だからもう拒否反応を起こしちゃうんですよそのケツが決まってる仕事っていうだからその生徒の授業をやるのは楽しいんで、うん、だから楽しいことは やっちゃうんですよね、はいはいはい、で嫌なことは全然やらないからどんどん後回しになってってそう
授業とかを優先しちゃうんで、はいはいはい、そう、あの本当はだってもう先生いるわけだから、うん、その先生に任せて僕そういう事務作業すればいいんですよ。はいはいはい、嫌い、事務作業嫌いなんです。嫌いなんです。だからわけわからずゴリ先生登場して授業にね、はいはいはい、来なくていいっていうのに出ちゃうからダメなんですよ。そうそう、だから来年はねそこら辺もちょっと考え、はい、もう本当に一歩ちょっと引きながら、うん、現場はなるべく他の先生たちに任せれるように、はい、嫌いな事務作業しながら、はい、やりたいと思いますんで、はい、ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、もう取り直しで2回目ですけど、2回目ですよね。はい、良いお年を、はい、ではでは、ありがとうございました。ありがとうございました。良いお年を。ズームを利用してゴリ先生と何でもお悩み相談ができます。興味がある方はぜひ概要欄をチェックしてみてください。